イグナシオ・ホセデ・アジェンデ・ウンサーガは、メキシコ独立革命に共鳴した、スペインの大尉である。ホセイ・ファオルティス・デ・ドミンゲスと、密かに関わっており、ミゲル・イダルゴと共闘したが、スペイン軍に捕らえられ、外観罪に処された。アジェンデは1769年1月21日に、ヌエバ・エスパーニャのグアナフアト州に、裕福な、スペイン系のクリオリョで、貿易省のドミンゴ・ナルシソで、 アジェンデの子供として生まれた。1802年にアジェンデは、フェリックス・マリア・カジェ・ハデルレイ率いる、ヌエバエスパーニャ総督軍に入隊した。1806年にはスペインからの独立を模索し始め、バジャドリードでの密会に参加していたが、1809年に発覚し、解雇された。その後もメキシコ独立運動の講演をし、ケレタロ市長。 ミゲル・ドミンゲスや彼の妻ホセイファ・オルティス・でドミンゲスと独立の計画を練っていた。また、この3会の中で彼は、ミゲル・イダルゴやイダルゴの上官のファン・アルダーマと出会った。独立計画は、アジェンデとアルダーマを中心に行動することとなったが、仲間内での同意を得るよりも前に、イダルゴがかの有名なドローレスの叫びを行ったことによって、イダルゴを中心として、 メキシコ独立革命が勃発した。反乱軍はすぐにドローレス周辺を占領し、アジェンデはサンミゲル・エル・グランデでの戦闘に参加し、騎兵隊からの援助を受けた。そして1810年9月22日、イダルゴは革命軍を公式に組織し、アジェンデを中将に任命した。アロンリガ・デ・グラナディータスで政府軍を包囲し、続く モンテデラス・クルセスの戦いでの勝利で名声を上げた、アジェンデはイダルゴにメキシコシティの包囲を提案した。その結果として、カルデロン教の戦いでも勝利を収め、今までの数々の功績からイダルゴに代わって、反乱軍の主張に躍り出た。その後は、兵力消耗の回復による、膠着状態の打破を目指すべく、アメリカ合衆国に撤兵し、金銭、武器、軍隊の補給をした。 しかし、アメリカ合衆国からの木と反乱軍は、イグナシオ・エリソンドの裏切りにより、待ち伏せを食らった。そして、アジェンデやイダルゴは、スペイン軍に捕らえられた。アジェンデは、その後、1811年6月26日に、チワワで銃殺隊により処刑された後、斬首された。彼の首は、アロンディガでグラナリータスに運ばれた。そして、 1824年に彼は政府によって聖堂の地下に埋められた。1925年にはメキシコシティ改革通りにあるモニュメントの独立記念柱に移送されて今に至る。メキシコ独立革命での活躍を検証し、現在においてもアジェンデの名前を冠する都市がメキシコ国内に複数存在している。1972年から発行されていた50ペソ紙幣に 肖像が使用されていた。ありがとうございます。